赤色の月日よ、初めてあなたを大道芸、大道芸が大好きという感じがビシビシ伝わってきますよ。私も大好き子供たちのイエーっていう声いいね。もうこれすごいね。あのちっちゃい頃から大道芸楽しんでるやつの言い方、もうちびっ子たくさんいますから本当にね。もう京都たくさんの子供たちに、ね、おえーって言ってるね、はい、助けていただいてね、一緒にショー作ってくれて、イエーイねえ、盛り上げ方わかってるよね。ちっちゃい頃からチャランポランタン見るって最高だよ。君もこうなるんだよ。はい、親も望んでないってか。もう姉はこういう引き始めるのいい年、妹もこうなるかみたいなね。いやお母さん泣いちゃってるかもよ。まあまあでもね、我々のこの今日着てるね、この全身タイツのような何なのかというこういう衣装、これもお母さんが作ってくれてます。お母さんありがとうね。生きてるけどね。生きてるお母さんありがとう。どこかで見てくれてるかな。生きてる家にいる家に。はい、そんなわけでね、せっかくちびっこいるんで、あのさっきも一緒にちびっこたちとね、あの歌って大盛り上がりした曲を、また歌いたいかなと思います。まあいいですよ、もう親なのか子なのか誰かが盛り上がってくれればそれでいいという感じでね。さあ皆さん、この曲一緒に歌えるかな。歌のお姉さんと一緒に歌う。歌のお姉さんと一緒に歌うよ。なんで親父が言ってんのよ。どういう、お兄さんね、お兄さんちょっとね、ちょっと年上のお兄さんね。もう一回行く、もう一回行くよ、もう一回行くよ。じゃあお姉さんと一緒に歌おうよ。さあ皆さん、この曲ですよ。イントロ流れてまいりました。みんな歌えるよね。大人も行くよ。みんなで歌うよ、この曲を。みんなで歌うからね。次で行くよ。みんな歌えるよね。行くよ、歌うからね。歌うよ。いい？準備できてる？準備できてる？行くよ。ありがとう、ありがとう。私は元気、歩くの大好き、どんどん行こう。Thank you.
くなると元気になるんだから本当にね。いや、ありがとうございます。これぞ大道芸、みんなで一緒に作る大道芸ですからね。はい、どうもありがとうございます。まあじゃあ愉快な曲をやって思い出したんだよな。言っとかねえとっていう感じでね。なんであのお兄さんは太鼓持ってんの。ね、ほらもうほんとあーって言ってるからほんとに。はいはいはい、みんなね。いやいや、まあそんなわけでね、まあ、愉快な曲チロチロって、あ、大好きな大道芸に捧げる曲があるでしょっていう話。私たちチャランポランタンはね、活動し始めて15年なんですけども、姉のアコイヨコハルはアコイヨやり始めたのが7歳、ね、7歳からずっとアコイヨ弾き続けて。知らないよな、知らないよな、怖いんだよ、いちいち本当に。もうね、右手も左も、まあ、ボタンでぎっしりのアコーディオン、ボタンアコーディオンから弾いてもうね、20何年も経つんですよ。だからね、皆さんもね、何が起こるかが、まあ、7歳の頃からアコーディオンやり始めてる人間もなかなかいませんけども、まあ、私もたまたま歌うことが適応してね、歌ってるわけですから、あ、かっこいいやれと。というわけでね、歌を歌いましょうか。最高な大道芸に捧げます。最高というナンバーです。今日も何か一つ大人になってしまいました。ポカリや後ろめたさや周りの目だとか流れ流れ積み
自由。そう